はい、皆さんこんばんは。ケワイシヒデこと池端秀幸です。第2回のですね、日本女性を元気にする会主催のライブ配信が始まりました。ドイツと山形と和歌山とね、結んでこれ今日ねできるというね、本当に ありがたいなと思います。よろしくお願いします。僕はこの会を成功している人、すごい人の今を見るのではなく、その前のストーリーをねお伝えしたいと思ってます。そのことによってやっぱりこのなんか今頑張ってるけど結果が出ない人にもやっぱり勇気が与えられて元気が出たりとか、そういうことを見てもらえる、そういうねパワースポットになるようなね、ライブ配信をしたいなと思って始めました。ぜひ皆さんと一緒に一体感をやっぱりこう感じながらねやっていきたいので、僕一人が配信することはもうしょぼんとなりますから、皆さんとね、ぜひコメントいただいたりして双方向に、ご意見いただけたらありがたいです。これからですね、この今日のゲストをご紹介していただいたゲスト、第3回目のゲストの、ゆみさんに登場していただきます。それではよろしくお願いします。ゆみちゃんどうぞ。はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ねえ、すいません、今日は本当急遽こういうことでね、本当にゆみちゃんが、すごいミラクルを起こしていただいたんで、そのね、ぜひゆみちゃんの方からその、はい、今日のゲストのももちゃんね、ももちゃんのご紹介をお願いします。すごく優しい旦那さんにすごく溺愛されながら、本当に仕事も恋愛も全部見つめて、みんなから愛されてるのね、とっても素敵な人なんですよ。はい、そんなわけで西村智子さんこと桃さん登場していただきます。はい、登場してもらいます。もったいぶり、こんにちは。そっちはこんにちは。長い紹介、ね、どうしよう、私出られなかったらって思っちゃった。思ったね。でもまあ本当に長いね、15年間ずっとね、あれやっての今ですからね。はい、早速、そしたらももちゃん、今日ね、お忙しい中やっていただいてるんで、でしかも最後までちょっと折れないのでね、もう早めにですね、もうきちっと僕を聞きたいこと聞いてやりたいなと思います。はい、まずね、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ユーミンの愛のこもったティーアップありがとうございます。今ドイツのデュッセルドルフに住んでおります。今8年目ですね。プリンセスライフアカデミーという、もう40代からもっとパートナーに溺愛される、そういったパートナーシップに特化したアカデミーと、あとは3ヶ月でオンリーワンのポジショニングを作って、誰とも競わずゆるっとエレガントに稼ぐプリンセス企業塾というのを主催しております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ゆるっとっていうのがいいですね。ゆるっとっていうのをもう一回言ってください。私自身がすごいゆるゆるなんでいやー、でもまあゆるゆると言いながらですね、まあ、ご覧の皆さん初めての方もまあいらっしゃると思うし、なんと言ってもさっき音声のチェックをしてたら、はい、ちょっとなんかこうふわんふわんって広がるエコーが聞こえるんですけどって言って、一応マイクもお願いしたんですよね。そうしたらマイクつけてもつけなくてもエコーがあると。それもしかして広いからでしょうかって言われました。そうなんですよ、多分豪邸なんやろなというイメージがあって。そんなことないんですけど、はい、ちょっとね、広いっていうか天井高いんですよ ね、ドイツのですよね。はいはい、うん、そんな気がします。ちょっとでも打ち合わせするだけで思ったんですけど、はい、見た感じすごく可愛らしい、僕が言うとあれですけどキュートで可愛らしいイメージですけど、ね、はい、プロフィールいただいた時に、はい、ものすごくたくましさとすごく強さを感じたんですよ。でそこら辺をちょっとね、まあ、さっとでなんですけど、 こんだけのプロフィールこれ書いてきていただいてて、これご紹介長いというか、僕がこの赤でいろいろと書いたんですけど、はい、ちょっといろいろとさっとご自身でですね、いくつかこう転職されてる、やっぱりいろんな分岐点があったと思うんで、うん、ぜひちょっとそこをね、はい、言ってもらっていいですか。あ、私の過去ですね。はい、そうですね。私は1回目の結婚を25歳の時にしまして、で、4年半の結婚生活にピリオドを打って離婚したんですけれども、ちょうど29歳の時に離婚して、で、神戸の実家に帰るっていうことは、まあ、自分の中ではね、選択肢としてなかったので、その時にすごくハマっていた、ワイン、
ワインエキスパートっていう資格を取ってるんですけれども、フランスに留学しちゃおうかななんて考えていたときに、たまたまあるご縁があって、まあね、ユーミンともご縁ということなんですけれども、うん、東京の銀座にあるギャラリーで働かないかっていうお話をもらって、で、なんとね、時給900円っていう、時給だったんですけれども、なんか自分を変えてみたい。なんかここの、ずっと神戸に住んでいて、何かこう場所、まあよく言われている人生を変えるには、環境を変えるか、付き合う人を変えるかっていう、この二つが、ものすごく、人生を変えられる二つのポイントっていうことがあるので、あ、環境を変えたいなっていうことで、単身で東京に、出ました。で、特に、すごく親しい人がいたっていうわけではないんですけれども、そこから、まあ、ギャラリーで1年間、銀座で働くんですが、まあ、これもちょっといろいろ、ありまして、で、まあ、その、ギャラリーのオーナーとの人間性と、こう、合わなくって、私はどちらかというと、もう、こう、裏表がなくって、本当にストレートに、生きているので、そういう、こう、裏表のある人っていうのは、ちょっと、もうどうしても一緒に働けないっていうことで、パツッとやめて、で、またどうしようって思った時に、やっぱり神戸に帰るっていう選択肢はないし、30を過ぎてから私は東京に出てきたので、生まれて初めてトラバーユっていう雑誌を買いまして、今、ないのかな、そういう雑誌。ああ、懐かしい。ある、うん、なんかありましたよね、トラバーユ。うん、今はね、ネットでそういう求人とか調べるのかもしれないんですけど、その頃はそのトラバーユっていう転職マガジンを買って、で、人材育成、研修コンサルティングの会社に応募しました。で、その時は、私は茶髪だったんですけど、面接の時に、茶髪みたい。そう。面接の時にあなたは髪の毛を黒く染められますかって聞かれて、いや、染めますって言って、で、まあ私はもともと人が好きだったので、この人の育成とか、人の成長に関わる仕事がしたいと思って、で、チャレンジして、なんとか採用していただけて、で、その研修コンサルタント、まあ、研修講師という仕事を32歳の時に始めました。それがもう私の転職だったんですね。で、この仕事を、まあ、ずっとやっていきたいっていう思いで、その研修コンサルタント、研修コンサルティングの会社で正社員として3年半勤めまして、そこから、フリーの講師に、そこを退職してフリーの講師になったんですね。で、私は、本当ブログに過去のこととかを赤裸々に書いてるんですが、やっぱり母が2回離婚していて、女性は絶対に手に職だって思って生きてきたので、何か自分だけでも、本当一人でも生きていける、ものをずっと探して生きてきたので、まあこれだっていう転職に出会えて本当に良かったなっていうのが、その頃35歳、6歳くらいの、時の私でした。で、こんなんでいいんですか、ヒデさん。ちょっと話して。いいですよ、いいですよ。はい。じゃあちょっとユミちゃん休憩ね。ユミちゃんの休憩なんだ。はい。いや、僕もいろいろと客観的にいろんなとこ行ってですね、ちょっといろいろ確認、メモ見てたんですけど、はい、たくさんね、コメントとか来ていただいてて、もし、見えてなかったってことはないと思うんですけど、はい、こうやって一応ね、皆さんご紹介だけしておいて、コメント入って、ありがとうございます。ね、みんな、プリンセスのみんな見てくださって、はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、ずっと僕がプロフィール見させていただいて、そこからですね、はい、資格いろいろ取られてますよね。まずその研修講師になって、はい、ホテルオークラの東京ワインアカデミー、あ、そうですね、本当ワインが好きで、ワインをライフワークとしてやっていきたいと思ってたので、ホテルオークラのワインアカデミーというワインスクールで6年半アシスタントとしていろいろ講座のお手伝いをさせていただいていました、ね、はい、でそこからワインあれしてから、今度また今度自分が独立の会社を立ち上げて、はい、いうところからするとですね、かなりいろんなことを経験されてると思うんですよね。
そうですね、紆余曲折波乱万丈に生きてきたのでそうだから初めてお会いして、見た感じの、はい、まあ、お顔からするとか、まあ、想像できない、いろいろとこうね、キュートなイメージやし、で今住まれてるドイツで、旦那さんがワイン2本ぐらい開けてとかなんか言ってたけど、もうそういうのちょっとチェックさせてもらったんですけど、まあ、なんか豪快な旦那さんなんかなって、でもすごく溺愛されてるっていうことをね、お話しされてましたけども、まあ、僕がこんなに言ってしまっていいかどうか分かりませんけど、結構心理学と脳科学とか NLP とかコミュニケーション、リーダーシップ、自己啓発の、まあ、多岐にわたっていろんなことを勉強なさって、でそこからまたいろいろとそういうアウトプットというかな、日本女性を元気にするっていうことで今されてると思うんですけど、はい、はい、言うとその経験の中でこう今のこう日本の女性、はい、僕がこの日本女性を元気にしたいっていう、こう会を立ち上げたのはちょっとそういうところがあって、やっぱり成功されていく方はやっぱり自分をきちっと持ってるけど、はい、うん、なんか私なんかとかちょっと謙遜してたりとか、うんうん、世界の女性の方たちにちょっとこう怯えてることはないと思うんだけど、はい、一歩遠慮してたりとかすると思うんですよ、うんうん、で今日は、まあ、ドイツに住まれてるということなので、特にそこら辺をね、はい、海外から見た日本女性って今どんなのなんかということもちょっと お聞きしたいなと思ってました。はい、ありがとうございます、はい、なんか私もさっきね、一回離婚しているって言ったんですけれども、その心理学とかを勉強していって、カウンセラーの資格も取っているのに、はい、そういう、うん、なんでうまくいかなかったんだろうっていうことからまた学びを深めていたんですよね。で、まあ、今2回目の夫と、2回目の夫、あ、今の夫と再婚してドイツに住んで8年目なんですけど、まずね、ドイツ人の女性ってものすごい強いんです。うん、で、まあ、当たり前なんですけれども必ず自己主張をするので、うん、で絶対に社交辞令がないんですね。だからよく日本人って、あ、また遊びに来てねとか、また会おうねって言ってもそのままそれっきりっていうことあるじゃないですか。でもドイツ人って絶対にないんですよ。また会おうねって言ったり、うちに遊びに来てねって言ってくれたら、それはもう本当 100% そのまま受け取ってよくて、ですぐにじゃあいつ来るっていうメールがあったりとか、本当にストレートで分かりやすくって、私の性格にはもうぴったりなんですね。なんかそういう、まあ、もちろん日本人の美徳としている 謙虚な気持ちであったり、奥ゆかしさっていうのは忘れてはいけないなと思うんですけれども、私はその日本女性を元気にするっていう意味では、いつもプリンセスライフアカデミーでも企業塾でも話しているんですけれども、やっぱり自己肯定感を上げるっていうことなんですよね、うん、私にもできる、うん、私だって大丈夫っていうね、私はダメだとか私にはできないではなくって、私にもできるっていうところから、私は愛されていいんだとか、私は稼いでいいんだっていうことを自分に許すっていうことがすごく大事だと思ってるんですね。うん。なんか、こう、なんか自分で自分を許せてない人がすごく多いなっていうのを、こう、印象として受けるので、うん。なので、豊かになっていいとか、愛されていいとか、本当わがままでいいし、ゆるっと、ゆるゆるでもいい。っていう、私は全く完璧じゃないので、本当にいつも夫に甘えてばっかりでなので、なんかそのままでいいんだっていうことなんですよね。で、甘えていてもちゃんと女性のことを受け入れ、男性は絶対に受け入れてくれるし、うんうんうん、男性は女性を喜ばせるためにいてくれるんですよ。そうですね、うん、はい、皆さん聞いた、世の男性の諸君僕を含めですけど、ね、はい、そう、そのことをね、やっぱり伝えたいなと思います。ありがとうございます。やっぱりその強さっていうのはね、本当に今もやれてゆるっとっていう言葉の中にもあるんですけど、なんかがむしゃらに努力努力って、男の社会は特にそうやったんですよ。例えばちょっと体調悪いからって何を怠けてんねやとかって、そういう風潮がやっぱり今は昔はありましたよね。で、特に男女で、今も男女、うん、差別はないとしても、そこでもやっぱりすごくこうちょっとやっぱり
ありましたよね、そういう見方っていうのがね、はい、その中でやっぱり女性の方が自由にやっぱりどん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 それこそ活動したい、うん、例えば今言われたようにお金も稼いでそして美しくもなってみたいな、うん、まあ、いろんなことを欲張りになっていいんだよということを、うん、やっぱり言いたいですよね、多分ももさんもね、はい、それを、まあ、僕も、まあ、少し感じるようになってきたんですけどねはいはい、だからそこに、まあ、許可をする、自分に許可をする、全てに許可をしていくっていう、うん、いうことで、すごくいいね、お話を、はい、伺いました。でここにねちょっ とメッセージもたくさんこう来られてて、これとしこさん、はい、あももさん、わかるで僕 の, はい、えっちゃんもね、ハッピーミラクルアーティストといって、まあ、和歌山のね、いつもお世話になってる、はい、えっちゃんです、うん、大賛成、ももさんたくさん、あっちゃん、うん、はい、泣きながらしゃべって、泣かないでね、まあ、こうやってたくさんの方々が、ね、こうやって応援に、ね、駆けつけてくれたということも、ね、もちろんあると、はい、急遽ねこうやって出演していただいたにもかかわらずね、本当にありがたいなと、もう泣きすぎて書いてますよ、はい、ね、でまあ初めての方のに向けてですけど、まあ、ももさんの、まあ、いろんなその強さがあっての今があると思うんですけど、なんかこういうの悔しかったなとか、うん、こういう時に自分の考えがリセットされたとか、何かそういう議論みたいなのもありました、うん、僕は、はい、そうですね、いや、めちゃくちゃいっぱいあるんですけどそうですよね、この短時間に聞くっていうのもね、うん、あれですけども、本当に1回目の離婚の時はもう私のオーラがグレーだったって今でも言われてるんですけど、ね、オーラがグレーってどんなんですか。そうグレー想像できないかもしれないんですけど、でもなんかそんな気がなんかわかる、かオーラがグレーってわかります。僕はこういう仕事してるから、女性が前から来た時に、はい、幸せオーラっていうのと、はい、もうグレーオーラっていうのと、うん、どんよりオーラとか、あ、もう近いようなオーラとかって、はい、いっぱいそのオーラってあります。そうですよね。ありますあります。そうでも。いつもなんか今企業塾始めて、はい、本当にこれから初めてねチャレンジしていくっていう人に向けて私が伝えてるのは、私が研修講師として初めてデビューした日のことをいつも新入社員研修でも伝えるんですけど、うん、最後はああいうの研修のアンケートって取るじゃないですか、はいはいはい、でもうね、そのアンケートがもう本当に最悪な評価だったんですね。で、2ヶ月ぐらい毎日自分のその研修の様子をデビューに向けてテレビというかビデオに撮ったりとか、うんうん、あと私は関西弁がひどいので関西のイントネーションすごく直せって言われて標準語で話したりとか、で、2ヶ月トレーニングしてきたにもかかわらず、もう講師が分かりにくかったとか、もっとベテランな講師が良かったっていうような、本当にそういうコメントをストレートに書かれて見たときに、ものすごいショックを受けたんですね。はいはい、でも、その時に、絶対にこのままでは終わらせないと思ったんですよ。なので、そういったやっぱり失敗とか、うまくいかなかったことを、バネにできるかどうかっていうか、うん、それで何クソって思ってもっとより良くしていこうって思えるかどうかっていうのがすごく大事だなって、最初からうまくいく人なんか誰一人いないから、だからそのことをすごく今ね特に企業塾を始めて、うん、伝えてることですね。そうですよね、うん、僕もまだ男性で何もできない、まだまだ小さいことしかできないか分かりませんが、うん、今言われたなんかすごく泣きながら起業されて夢に向かって起業してるけどこう折られて心折れてみたいな人もたくさんやっぱりいらっしゃる。でそんな中でこうやってももさんみたいにね、今これちょっと今出したと思うんですけどね、これももさんですからね、はい、今この海外にねね、ありがとうございます。そうこういうところで生活をされてるというね、そして、まあ、書かれてましたけど、この今までだったら日本に年間4回ぐらい帰られてたっていうことでしたね。はい、そうですね。でそんな中で、まあ、この今コロナで、ドイツにいながらこう世界の方々にこうお仕事されてるっていうね、すごくそういう部分ではその成功へのこの道のりっていうのは結構まあ長かったと思うんですけどもね、こうやって
説得力がありますよね。そのね、いろんなことをされてね。ありがとうございます。もうね、あの聞きたいこといっぱいあるんですけどね、もう時間が気になって、とにかく次の今度あのお仕事の時間もあるんで、ね、ね、でもまあちょっとこう聞いておきたい、あの人生の格言というものを僕いつも聞くんですけど、あの、はい、伺って、これね、4つあるんですけど、僕どこから聞こうかなと思ってるんですけど、まあ、一期一会っていうのはまあまあね、皆さんよく言われてる。もうこれ ご縁ね、本当に、はい、紙一重のご縁でこうやって今回も僕、つながらせていただきましたけどね、はい、もうゆみちゃんがあってこのももさんがあってみたいな、うん、でこれでももさんとつながったんで、ね、ドイツ行く時にはまた旅行でドイツでお世話になれると思うしみたいな、もう、ね、厚かましいけどもうこういうご縁があるからいろんな自分の人生にもやっぱり楽しさがまたあの、はい、うまくね、加算されていくって言ったら言い方悪いですけども、はい、その相乗効果出ていきますよね、一人で。そうで、それを思っててここに一期一会はいいんですけど、この行き当たりばったりというこの言葉もなかなか、ひでさん行き当たりばっちりですよ。あ、ほんまだ、もうね老眼かけてるのもあげません、行き当たりばっちりだわ、はい、行き当たりばっちり、失礼しました、はい、行き当たりばっちりです、ばっちり、うんうんうん、そう確かに、うん、そう、まあ、今回も一今回もそうですもんね、行き当たりで、うん、まあ、やってなんとかこう一応形になってみたいなね、バッチリになりましたねみたいなね、はい、うん、まあじゃあこれはこれでまあいいとして、あのこの人生に起こることは全て必然も、これをもね、なんか、はいはい、メッセージがあれば、はい、あ、そうですね、あの起こること必然、やっぱり悲しいこととか本当辛いことがあった時って、まあ、私の時はまあ離婚っていうこともそうなんですけど、なんで人生、私の人生にこんなことが起こるんだろうって、やっぱりすごくへこんだりしますよね。うん。でも、あの、神様は絶対に乗り越えられない試練を与えないって思っているので、こう、起こること、人生の起こることすべて私にとって必要なことなんだって受け入れられたときに、なんか元気になれたりとか、あとは、あの、あ、やっぱり離婚という経験があったからこそ、今があるし、もし離婚していなかったら今ドイツに住んでるってことは絶対にないと思うんですよね。そうですよね、うん、なので、あの出会いもそうですし、起こる出来事もそうなんですけど、全ては自分にとって必然だっていうふうに思って生きてます。はい、いいですね。でも、はい、もう一つ、あのこの言葉をあのももさんから聞けるとは思わなかったこと、過去は、ね、過去は生ゴミっていう、この表現がいいじゃないですか、この過去は生ゴミっていうね、なんか、はい、たくましさ感じますけどね、うんうん、いや、やっぱりね、あの3秒前は過去っていうね、その3秒前起こったことはもう過ぎ去ったことだから、その過ぎ去ったことにしがみついていても過去はまた戻ってくるっていうことはないので、もう生ゴミだと、で捨てちゃえばいいんだっていう意味で私はいつもそう思っています。うん、生ゴミも腐っちゃうよとか臭いよっていうことなんですね。確かにね、うん、そうなんです。なのでまたね、過去に戻ってやり直すことができるんだったら、そこを振り返ってなんかずっとこう思って持っていてもいいと思うんですけど、もう持たなくていいんですよね、うん、そうですね、まあ、そこら辺がやっぱりまあ男性、まあ、僕はあの男性と女性の中性というふうに自分で位置づけしてるんですけど、あの本当に体育会系乗りでずっとやってきた時の男性がスポーツ会系乗りの場合は、はい、やっぱ過去にしがみつきやすいんですよね。これはまあ僕だけがどうかからない、男性の人って過去の栄光とか過去のものをきちっと守っておきたいっていうのがやっぱり強いんやと思うんですよね。で、まあ、宝物を大事にしたりとか収集したり、いろんなものをこう集めたりするのも大体男の人じゃないですか。で、大体女性の方は、まあ、彼氏と別れてももう次のことにもうすぐステップいけるけど、男の人は10年20年経ってもまだ前の彼女のことはもし戻ってけへんからな、そういうことを考えるわけですよね。だからそういう部分でやっぱり男性のと女性のは違うんかわからないけど、最近この今言われたこの過去は生ゴミっていうのはもうすごく痛いほど大事な思想やと思うんですよ。こんだけ時代がすっごいスピード速いから、
過去のこと考えてたら3ヶ月経ったらもう時代変わってしまってるだからこれすごく僕の中でこの行き当たりばっちりっていうのと過去は生ゴミっていうのはこの配信もそうですよね、はい、やっといて半年後にやれるかどうかわからないっていうそれぐらいのスパンで時間、ね、スピードが流れてるんで、はい、いやー僕は本当にこの4つきこれこれね、いただいた時にね、はい、これは面白いなと思ってありがたい言葉やなと思ってね本当に感心してました。はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、あのこれね、40分タイムリミットなの で40分あとは、まあ、僕がしますけど、せっかくねユミちゃんこうやってゲストに来ていただいたし、まあ、ユミちゃんはこの後、はい、第3回目でたっぷりとまたお話を聞かせていただくとして、ね、ここからちょっとあのももちゃんにちょっと2人になって少しだけこの後半いろんな特典もあるんでね、お話しさせてもらいます。はい、ちょっと待っててくださいね。はい、それではですね、まあ、あの日本女性をどうしたいかということで最後にね、あのいろんなメッセージいただいてますけども、あの今やってるパートナーシップに特化した、まあ、プリンセスアカデミーと、それから美しくエレガントに稼ぐプリンセス企業塾っていう、この2つの柱で日本女性を元気にするということでされてると思うんですが、はい、あのお金か愛かではなく、お金も愛もそして美も全て手に入れてほしいと考えていますっていうこのメッセージが、はい、本当に素晴らしい、今の女性の方々にあの伝えてほしいと思います。で、はい、まあ、思いますって僕が、ね、言うのもなんですけど、で はい、でそこでその活動をね、あの先ほどもシェアさせていただいたんですけど、はい、これが今あの皆さん興味のある方はですね、これ今ホームページに行ったんですけど、こういう素敵なホームページがあって、まあ、ホームページをずっと見ていただくと、あの全てのことを、これもまた素敵ですね、ありがとうございます、ずっとこうあの僕もね、この資格見てください、ソムリエ、いろんな秘書検定からもう展示まで検定とか、ね、フードアナリストとかね、なんかマクロビオティックコンサルタント、これは何なんですかね、ちょっとわからないけど、うん、はい、ね、体質改善とか、あのマクロビオティック、そういうのね、はい、体のことです、ね、そうね、うん、でまあ著書もこうやってねありますし、まあ、この、まあ、大体こうざっくりで申し訳ないんですけど、こう時間の関係でこういういろんな、活動されてるということをここホームページに見ていただいたらわかると思います。でその中で、今回ね、せっかく見ていただいている方にですね、まあ、特典もということらしいですよね。それは急だったけど、はい、何とかしてくれたんですよね。あ、そうなんです。どんな特典がいいかなと思いながら考えてたんですけれども、はい、今ちょうどあのプリンセス企業塾の8月スタートっていうことで第4期生を募集していまして、はい、あとあの2枠あの2名様枠があるので、うん、もしプリンセス企業塾にご興味を持っていただいた方は、うん、体験セッションに、はい、あの無料でご招待、3名だけなんですけれども、はい、あの無料ご招待したいなと考えていますので、ほうほうほう、なんか企業に、ね、そうですね、はい、それが企業のあれで、これは今真ん中に乗ってる男性こと、あ、夫じゃないんですけど、あ、びっくりした去年あの冬にうん、ウィーンの、 あの、はい、赤十字の舞踏会に参加させていただいたんですね、はいはい、でその時に、あのエスコートをお願いしていた、あのオーストリア人の方なんですけれども、うんうん、もちろん舞踏会は夫と一緒に参加しましたので、うんうんうん、あのこの方はこのエスコートの方ですね、はいはい、と、まあ、こういうきらびやからね、いろんなこういうあのところで、はい、まあ、生活もされてるということなので、ぜひですね、このプリンセス企業塾体験セッション、これ先着3名様の無料ですということで、これ早いもん勝ちって今、ね、先ほど言われてましたね、早いもん勝ちってことは、これ、これが今あの LINE のアットマーク、これ上にあの QR コードを一応載せてますんでね、ここ携帯で撮っていただいたら、あの撮れますので撮っていただくか、もしくは検索アットマークの桃姫、はい、桃姫です、これ米印アットマーク、あ、アットマークだけですね、アットマーク桃姫、うん、姫、はい、で OK ですね、はい、はい、OK ということで、まあ、こちらの方にあの登録いただいたら、いろんなあの別にその、体験でなくっても、なんかこの、はい、あ、ドイツで生活してる、ね、旅先からの写真とか、うん、あのドイツの生活しているあのライフスタイルなんかも送りますので、はい、よかったら登録してください。やっぱりね、そういうあの
新しい、なんか今まで見たことのない景色を見てるだけでも自分がそこ行った感覚になる、なりますもんね。この人生の成功体験が早くできるみたいなねイメージありますよね。ぜひぜひ、はい、じゃあ皆さん登録してください。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、もうあのタイムキーパーしながら進行するというのはこれほど焦るもんがないというのがだんだん分かってきましたからね。ありがとうございました。いや、まあ、あとあの2分ですので最後にね、ご覧になっている皆さんですね、もう一回ちょっとこれをアップにしますのでちょっとメッセージをいただいてもいいですか。よろしくお願いします。はい、 ありがとうございます。あの突然だったんですけれどもこういう機会をいただいて、本当に光栄に思っています。ドイツでね生活しながらなんですけれども、まあ、あの今の2度目の夫と、夫から溺愛されながら、溺愛されながらこう稼ぐっていうか、なんか自分の夢をね叶えられるような生き方ができたらいいなということで、プリンセスライフっていう名前をつけていますので、本当にあの自分はできる、自分は豊かになっていいっていうことを本当に自分自身で許してもらって、で一緒にそういうライフスタイルを叶えられる方々を増やしていく活動ができたらいいなと考えていますので、ぜひあのゆるゆるなんですけど、あのゆるっとエレガント、ゆるエレ女子会というのをやってますので、ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。すごい、39でちょうど、あと1分でちょっと紹介します。不屈の精神、ありがとうございます。そうそうそう、ご縁も大事、ほんとあっちゃん、うん、行き当たりばっちり、そう、クニポンもだよ行き当たりばっちり、あ、武藤さん、恵子さん、ありがとうございます。はい、うん、ちゃん、今からコンサルだね。そうなんや、そうやね。そうなんです。ということで、そうなんや。ほんじゃ、ちょうどすごいリアルタイムでね、見ていただいて、もうちょうどいい気になり39分、もう、はい、ありがとうございます。本当にこれ遅刻したらね、次の方にあるので、ありまあ、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。本当に、はい。はい。ありがとうございます。今日はどうも本当にあのドイツからありがとうございました。またぜひぜひ参加してください。よろしくお願いします。はい、ヒデさんもぜひデュッセルドルフで待ってます。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。はい。ということで、すごい、あ、笑顔が、やっぱり笑顔は最高ですね。ありがとうございます。ということでね。はい。もう本当に素晴らしいね、メッセージ。はいって聞かせていただきました。ユミちゃん本当にすごいねタイミングでこうやってご縁をつないでいただきました、うん、ありがとうございました。本当に今日は、ね、はい、まあ、ある程度こうやってねあのお話できたから、うん、3回目次の、来週か来週の金曜日ね、またじっくりとまた聞かせていただきたいと思います。またユミちゃんはユミちゃんでいろんなその人生のね物語がありますから、楽しみにしてますんで、うん、よろしくお願いしておきます。はい、いうことでですね、本当にありがとうございます。あっという間でございましたけども今日もたくさんねまたこうやってコメントいただいてありがとうございます。まあ、日本女性を元気にする会という、グループをこれを限定でしてますので、何分ですね見れない方がちょっと慣れてない方がもしかしたら見れなかったりということがあったかもわかりませんけども、この後ですね僕いつもこれ録画してですねそれを YouTube にも上げていってます。そしてここのメッセージ素敵やなということをこう編集したりしながらですねやっておりますんで、ぜひですねまあつながっておいていただいて、あ、めぐみさん、めぐみさんはですね僕らの世代はもうめちゃくちゃもうすっごい見てたドラマ、トミーとマスのね、とか、さんまさんとね、出てたような、その女優の方なんですけど、ちょっとこれ、多分写真を見てもらうのが一番早いと思う。ちょっと共有しますね。はい。今後の、まあ、予定としてはですね、こんな感じで、まあ、1回目、笠原優子さんね、もう素晴らしい、お話でしたけども、で、今日は、急遽、西村、とも子さんと言いますけども、ももさんね、していただきました。そして3回目が、7月24日、ゆみちゃんね、佐々木ゆみさん。そして、7月31日が大塚まりさん。それから8月7日が、石井めぐみさん。今、めぐみさんが、出てきてコメントをいただきました。はい、2回目、今終わって3回目、佐々木さん、ゆみちゃん。で大塚真理さん、アロマコンサルタント、そして、女優で
国立市議会議員のめぐみさん、石井めぐみさん、ね、8月7日になります。で8月7日の次がですね、まあ、お盆やということでちょっとお盆休みで飛ばさせていただいて、それから、このビューティーディレクターというのは僕が今、お世話になっているジェイマン、ジャパンメイクアップアーティストネットワークという、その協会があるんですけど、まあ、そこの協会の理事でもいらっしゃって、まあ、本当にねテレビ業界のいろんな芸能界とかいろんな、モデルさんをですねメイクをしたりとか、いろんなこの商品を開発したりとか、もう素晴らしいそのいろんな情報を持たれている、ビューティーディレクター、僕もいつも、毎年2回、東京に行って、この山口東子さんと言われるんですけど、東子さんの、技術を勉強しに行ったりしてます。はい、本当に素晴らしい感性で、そしてすごくなんていうかな、親しみのあるというかな、まあ、全然こう偉そうにするようなそんなイメージは全くないんですよね。この大体こう素晴らしいこう尖ってるアーティストってこう結構ね無口やったりしますけど、そうではない、全くないです。はい、そして、最後にですね、8月28日が R アリー代表、これハルミちゃんっていつも呼んでるんですけど、もう太陽のようなねハルミちゃんです。もう主婦の方を元気にして、とにかく日本社会を元気にするというねことで活動されてます。はい、そういうことで、こういう日程になりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、いうことでですね、まあ、楽しみにしてますということで来ていただきありがとうございます。本当にめぐみさんよろしくお願いします。まあ、本当に楽しいね、配信、元気になる配信って言ってもらえるようにですね、これからもやっていきますので、ぜひね僕とまだメッセージとかやったことないとか、友達になってない方はですね、この限定グループの中ではぜひねもうリクエストください。もう遠慮なく出ないと、やっぱりせっかくなんで情報発信できちっと届かない場合がありますし、まあ、そしてだんだん空いてきたな、このグループもいいかって言った時はもう遠慮なく脱退してくれたらいいんで、別にこう常にね束縛するっていうグループではございません。まあ、良ければどうぞっていう感じなのでね、その中から何かこうヒントを得ていただければ一番ありがたいなと思ってます。はい、まあ、そんなことでね、今回は本当にユミちゃんにすごくお世話になりまして、昨日半日でなんとかこうつないでいただいて、でこういう配信になりました。もうそれまではもうまあいいかなって、もう僕が告知するだけの、配信にしようかなと思ってたんですけど、やっぱり何でもそうです、ご縁を大事にして、そのご縁からなんか言葉にしていくっていうのが大事だと思いますね。ユミちゃんが一回ダメ元で声かけてみるって言って声かけてくれたことによって、実は、ドイツに住まれてるモムさんとこうやってつながって、でそれで3人でお話できた、もう15年間探してやっと会えたみたいなことを言われてましたけど、本当にそのご縁ってそんな感じに、一瞬で本当にそこを感じるか感じないかによってね変わると思います。まあ、僕もこのおかげさんですごく最近はですね、まあこういう女性の皆さんと一緒にいてるので、ちょっと男性思考というか男性的なこの考えからすごく自分の言うのなんですけど、柔和な考え、柔和っていう柔らかい考え、それから感受性が高くなってる気がします。だからまあ言葉がなくてもなんとなしにこうテレパシーはあるともうほんま思ってまして、昔の人はテレパシーで会話してたって言われますから、まあまあもうこの配信で言うてもいいと思うんですけど、実際携帯と同じことができるっていうことなんですって。人間の能力っていうのは言葉がなかっても携帯と同じ念じたら電波が飛んでいくように、声が聞こえていくように、心の声が聞こえるっていうぐらい昔の人間の方が能力が高かったと言われてるわけです。それが豊かな時代になってこうなってきて、だんだん見えなくなってきた、メッセージが分からなくなってきたというふうに言われる人もいてるわけですね。僕はそっちやと思います。だから自然の中に身を置くとすごくいろんなものが研ぎ澄まされて見えてくるっていう感覚になるので、最近都会行くよりか自然に行くのが大好きになってしまいました。ということで最後は取り留めのない、また結局は自分の、はい、話になってしまいましたけど、まあ、それではね今度また3回目のユミちゃんのね配信も皆さんぜひ応援してください。ということで今日はご覧になっていただいた皆さんありがとうございました。またね、次回はユミちゃんでございますよ。それでは楽しみにしてあと1週間頑張ってくださいね。ということでおやすみなさい。バイバイ。